1945年7月に海軍工兵隊によって建設された水上飛行場展願い三橋とは沖縄県うる間市に所在する在日アメリカ海軍の港湾施設である。遠浅の海に突き出た包みを進み沖合に2万トン程度の船舶が接岸できる三橋がある。沖縄本島には他にホワイトビーチ地区という揚陸補給施設でかつ アメリカ海軍艦船が使用する基地であるが、アマネネガイ・サンバシは、ホワイトビーチ地区では揚陸できない、弾薬などの危険物の揚陸施設として、使用されている。ウルマシコンブにある米海軍施設、アマネネガイ・サンバシは、米海軍の広報によると、最大2万トン級の船を収容できる港であり、主に空軍、海兵隊のカデな弾薬庫地区への様々な、 弾薬武器類の搬入輸送に使用されている。また、桟橋の沖合には、陸軍貯油施設に燃料を送油するための送油ポイントがあり、タンカーによる油類の搬入口としても使用されている。さらに南側に、キャンプコートニーとキャンプマクトリアス、西側に、キャンプズケラン、ワンを挟んで、キャンプ温ンとント金レッドビーチ訓練場並びに金、ブルービーチ訓練場がある。 1971年のレッドハット作戦で海軍の海上輸送が神経ガスなどの化学兵器を天ネ街桟三橋から滲みしている写真。朝鮮戦争の最中、米軍はさらに沖縄の土地を強制摂種敷地化を進めていった。この時期の米軍による沖縄の土地の暴力的な摂収を銃剣とブルドーザーと呼ぶが、さらに ベトナム戦争の時代にも接収を続けていった。1965年12月、米軍は、串川村昆布の土地、約2万千坪、8万2千平方メートルを接収することを住民に通告した。物資補給と貯蓄のため山根願い三橋の基地強化を望んでいた。1966年、米軍の土地接収に反対する住民は、昆布土地を守る会を結成し、 米軍のパラシュートで作った闘争小屋を作って抗議行動を行った。地主の中には戦争で夫や子供を亡くした女性たちも多く、土地を奪われては生活ができないと立ち上がった。女性たちは赤ん坊を背負って子供を抱いて見張り小屋に詰めた。小屋も襲撃されたり何者かに放火され全焼する事件もあったが立て直し、また座り込んだ。 全国から支援の声や差し入れも届いた。1971年8月31日、17回も接種期限を延長していた米軍は、ついに断念し、桟橋の背後地を返還した。沖縄で愛される歌、一坪たりとも渡す前は、昆布の土地闘争の中から生まれた。この施設は、在中米軍のサリンなど毒ガス貯蓄が、社会問題化した後、 科学兵器を搬出した積み出し校としても知られている。ありがとうございます。